良くやっていこうな。守備は？はい、お伝えします。ウムギ谷で五郎を見つけました。酔っておったか。覚ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下文の使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませろ。はい、叔父上。
頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず野党にも気をつけよ。その顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。五郎と知り合った経緯は。ご近世の唐の絹を売っておったのを捕らえてな。絹を燃やし放免してやった。あやつはご近世に背いた。なぜご放免なさったのですか。力はな、加減して用いねばならぬ。弱すぎれば侮られるが、強すぎても好機を逸してしまう。もうこの囲みは熱い。五郎は抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします。血を恐れてはならぬ。勇気を持ち、守るべき民のことを忘れるな。志村様。五郎、船はどこだ。こちらに。生きてらっしゃったとは、よかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。この身の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねばな。止まれ。ここからは歩く。水戸だけ取りで、我が父が槍川家から奪ったものだ。今や猛虎の取りで。侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。取りでの中で騒ぎを起こせば、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは取りでに押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです。死ぬおつもりですか。いいから下踏みを届けろ。馬では気づかれる。歩いて行くぞ。良いな酒井。猛虎は手強い敵だが、食いさえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。多勢といえど一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分。残りは切るのみだ。猛虎の兵だ。隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。対馬を守れ。この気を逃すな。橋を渡るぞ。参りましょう、叔父上。どうの者から狙え。
せ。どうした。見上げた上達ぶりではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。不覚を取るな。抜けねばならん。よし、坂井続け。どうしよう、どうしよう、どうしよう。騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。おしょどうしょどなりくさい。目を集めたようですな。叩き。